どうも、元祖忍者村、ひぜみめかいの神谷源次郎でございます。はい、どうも、お久しぶりでございます。はい、夏休みが無事終わりまして、9月1日に、はい、この動画を撮らせていただいております。はい、先日、そうですね、ツイッターとか、インスタグラムでアップした、はい、万歩計、はい、一人参勤交代、ついに、はい、あ、これだけじゃわからないですね。はい、大阪城まで着きました。よっ、あー、形がない。ありがとうございます。たくさんの皆様方の応援ありがとうでござる。はい、そこで、はい、皆さんご相伴お願いします。乾杯。で、大阪城まで着きまして、やっと半分でございます。はい。拙者はですね、はい、グルメ企画でございまして、しかもこの間の、はい、動画とかのコメントとかで、はい、大阪と言ったら、はい、はい、たこ焼きでございます。そうなんで、はい、本日はたこ焼きを、はい、いただきたいと思います。はい、だけど、まあ、あの拙者がですね、あのこれホットプレートでですね、あの勝手にですね、拙者がですね、あの1台で2役って書いてあったから、てっきりホットプレート焼肉用とたこ焼きプレートがセットになってると思ってました。違うんです、これ深鍋でございます。はい、あのこれ、はい、違うんです、あの1台2役、はい、焼肉もできれば鍋もできるというものでございました。はい、残念。あ、いいんです。そこで急遽変更でございますよ。たこ焼きはたこ焼きでも、揚げたこ焼き。いいじゃないですか。はい。これ今ですね、ちゃんとあの油を温めておるんですよ。最初にやる前から温めておりました。準備万端、源次郎。はい。で、これででも温めてるのと、ただ油に入れて揚げてるだけでは、はい。そうですね。そんなんでいいのかって、いいかな。はい。っていう、あの自問自答を行いまして、拙者、はい、新企画、元祖忍者村秘伝夢街道&拙者神谷源次郎のクイズをしたいと思います。はい、ひねりが何もなかった、あの何か思いつくかなと思ったら思いつかなかったんです。はい、なんとかクイズって言いたかったんですけど、クイズです。はい、なんで、はい、今からクイズを出したいと思いますが、でもこれってあれですよね、クイズを出したけれども答えてもらえないですよね。なので皆様の心の中でこれは答えてください。はい、これは油が温まるまで続きます。あ、止まったじゃない。よし、たこ焼きを持ってまいります。はい、本日は冷凍たこ焼きを買ってきたんで、揚げたこ焼きにしたいと思います。はい、ごめん、見切れてますが大丈夫ですよ。はい、いいです。はい、よし、これがですね、はい、ちゃんと持ってきて、たこ焼きをこれを入れたい。え、このまま入れていいの？これジャバジャバってなっちゃうの？いっぺんに入れていいのかな？え、うわ、え、跳ねる。手でいいか、自分だし。お、いいじゃん。いいじゃん。あれ、これクイズできるかな？せっかく考えてきたのに。
よし、じゃあ揚げている間にタレで蓋は閉めた方がいいの？これ閉めなくていいのかな？よし、じゃあなんかできてるような気がするから乾杯して。乾杯。じゃあコロコロひっくり返しながら、多分たこ焼きが半分ぐらい使ってる形ですね。はい、じゃあまず問題、じゃじゃん。あ、出すとき、じゃじゃん。はい、見えますでしょうか。はい、元祖忍者村肥前夢街道がしたのは、お、あ、したのはじゃない、元祖忍者村肥前夢街道がオープンしたのはいつでござろうか。1、1983年4月15日。2、1990年1月2日。3、2001年3月31日。3択でございます。はい、これね、ここ置いときますよ。あ、置いとけなかったですね。はい。これでちょっと話しちゃうかな。はい。ちなみに大ヒントとして、2003年12月に、2003年12月7か8のどっちかに拙者入村いたしました。肥前夢街道にやってまいりました。はい、はい、てっ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 て喜ぶとこなんか、うん、はい、でこれが上がってきた、ね、ひっくり返しますよ。わ、いいね。あれ、意外に早く上がるこれ。まだまだクイズは続きますよ。はいはい、よし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 、これでいいのかな。よしよし、お、いいですね。はい、よし、では次行きたいと思います。せっかくですので、ね、まだまだ、はい、忍者村自然夢街道のクイズは続きます。はい、じゃあ2番目、はい、じゃじゃん。はい、こちら、はい、元祖忍者村